反、神達彦は、フリーのライター、編集者。手帳評論家、デジアナコンサルタントである。愛称は、手帳王子、人呼んで、付箋だよ。モバイルアウトドアゲーム、ネットワークフォックスハンティングの発案者でもある。株式会社スキー勤務を経てフリーに。それまでの著書は、パソコン関連のみだったが、システム手帳を使い始めたことをきっかけに、 手帳関連の活動を行うようになる。2000年代中盤は自己啓発ブームにより手帳が見直されていた時期と各種デジタル機器の高機能化が重なっておりユーザー側も手探り状態であった。この時期に IT ライターの視点からデジタルとアナログをいかに組み合わせて活用するかを提案し続けた水崎案内人としての存在感は大きい。2007年より 手帳ファンのイベント、手帳オフを主催。それまでも、ニフティサーブ上での手帳会議室など、オンラインによる手帳ファン同士の交流はあったが、実際に集まるオフ会としては元祖である。参加者からは、手帳クリエイター、著者が輩出する。手帳オフはその後のユーザーの集まりの雛形となっており、初代参加者が、発起人である横浜市民団体。 日本手帳の会は、子団体と言える。日本唯一の手帳評論家として、手帳に関しての歴史的な由来から、構造、情報整理ツールとしての側面など、多角的に考察しており、著述や発言が二次的に引用されることも多い。朝日新聞の天聖人語にも登場した。文具メーカーのプロモーションや、製品開発にもアドバイスしている。 特に手帳の買い替え時期にあたる年末年始にはメディア出演も顕著。2012年にはドキュメントスキャナーの OCR 処理を利用した検索機能付きノートスカンハックを発売した。2017年国際文具、紙製品店文具 PR 委員に就任。ありがとうございます。